はい、皆さんこんにちは、清水です。今日はテイクアウト巡り、です。新沢橋商店街、たくさんあるんで、行ってみたいと思います。今日何しようかな。人の顔はねちょっと映せないんですが、新沢橋商店街もね、元通りになんか戻りつつあるのかなっていう、そんな気はしますね。賑やかなのがいいですが、ちょっと3密にね、下手したらなってしまうんで、そこだけはねちょっとね、みんなもそうですけど、自分を気をつけたいかなと思います。ただいまってことでね、買ってきましたよ。神虎さんのね、混ぜそば。いやでもね、こういうね、包み方してくれるのこれいいですよね。めっちゃ仕事が丁寧っていうかね、これだと汁物とかでも汁こぼれたりしにくいんでね、ここまでねやっていただけるねラーメン屋さんと本当にありがたいかなと思ってるんですけどね、早速ちょっと開けていこうかなと思います。はい、ということでね、こんな感じになってますね。で、中ね、卵がついてました。これびっくりしましたね。で、あとお箸とね、スプーンとね、おしぼり、入ってますんで、ちょっとね、丁寧に仕事してくれてるなと思って、めっちゃ感心しましたね。そうなんやと思ってね。早速ね、食べていこうかなと思います。こんな感じでね、上蓋がついて、みたいな。で、秋を、うまそうだけど、これ盛り付けがちょっと難しいな。この通りにはちょっと盛り付けできないと思います。ご了承ください。できるだけ綺麗に盛り付けしたいんですけど、ごめんなさい、その限りにあらずでございます。でもお腹に中に入れば多分美味しいと思う。で、おそらく真ん中に卵を乗っけたらいいんでしょうね。これね、これなんか温泉卵がなんかなと思ってた。これあれですね、生卵でした。あ、じゃあ温泉卵や。よいしょ。あら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 、ちょっとごめんなさい、失敗しちゃった。あらあら、写真だけ撮っとこう。ちょっとポートレートで、よいしょ。でもなんかこのタレのね、この甘い香りがねすごいするから、うまそう。じゃあね、早速いただきます。まず肉、これやっぱホルモンや、めちゃくちゃ美味しいこれ。肉めっちゃうまい。いや、肉がねこれ、これ牛ホルモンだと思う。ホルモンめっちゃいいっすね。うまい。まだね、ちょっと持って帰ってきたばっかりやから、ぬくたいしね、めっちゃうめえ。やっぱ肉うまいな。じゃあね、ちょっと食べながらね、ちょっといろいろ話していこうかなと。でね、僕はね、実際にどうやろう、テイクアウト、どう思ってんのかっていうところね、ちょっとお話をしていこうかなと思うんですが、お客さん目線で言うとね、僕はチャンスかなと思ってるんですよね。というのはごめんなさい、なかなかね、
あの行列していたりとか敷居が高そうで入れなかったお店の味を今結構テイクアウトで結構楽しませさせていただいてるんで、まあうち事務所はあの大阪の本町なんですけどね、まあ飲食店はもう5万とありますよ、まあ、あるんですけども、まあ、なかなかね、まあ入れないようなお店とかあるじゃないですか。そういうところに行けるっていうね、今ねそういうところの味を今食べてるっていうねのは結構僕的には客的にはちょっと幸せを感じるのかなっていうふうには思ってますね、まあ、ただですねこれまあ飲食店の方たちからしたらまあどうなのかなって言ったら多分賛否両論あると思うんですよね、まあ例えばねあの今まではそのお店の中でねあのいらっしゃいませしときゃよかったのもね、まあお弁当ってなかなかね店内にいるだけでは売れないんでやっぱり店の外にテーブル広げてまあ、商品積んでいらっしゃいませって やらないと。だからまあうちの事務所のね前とかも今もうみんなテイクアウトだらけやから、まあ、皆さんも声張り上げてまあ頑張ってるんですけどね、まあ、今までそういうことして こなかったね店員さんたちからしたら結構ねしんどいなっていうなんか疲れた顔の店員さんも結構いるんで、まあ、それはなかなか今までやってなかったことをねやるっていうのは結構大変なのかなってね思うし、ん、ちょっと気の毒やなと思ったりもします。まああとはなんかねやっぱ容器がなかなかね飲食店皆さんねテイクアウト始めたんでなんかその豚屋さんとかでもねもうなかなかその容器ポリ容器がなんかねだいぶ減ってきてるというところもあったりとかしてまあまあちょっと大変なのかなと思ったりとかねいうこともあるそうです。まあただねまあこれはねまあ僕は客として新規開拓のチャンスやって言ったと思うんですけどもまあでもこれを新規開拓のチャンスやと思ってやっぱ一生懸命されてる飲食店さんっていうのはちょっと応援したいなってはちょっと思いますね。そんなとこですか。はい、じゃあじっくり食べていきます。はい、どうも、ごちそうさまでした。いやこの神ドラのねまずさめっちゃ美味しかったですね。いやなんかねまずそばってあそこはね確か定番のメニューないはずなんですよね。っていうことはまあテイクアウト、のためにちょっと作ったメニューなのかなと思うんですけどね。いやホルモンがねもうめちゃめちゃうまい。いや昼飯であんないいもん食べていいのかなと思ったりとかね、まあしたんですけどね。なかなかちょっとね病みつきになるのかなっていうね。まあまあちょっとね収束してねまたこのまぜそばをちょっとメニューに入れていただければね多分通い詰めるのかなと思うぐらいね、いや久々にうまいもん食ったうまいラーメン食ったなっていう、感じですね。これでまた発見できました。じゃあまた明日なのかなわかんないけど、はい、また楽しく、テイクアウトしますんでまたお届けします。ありがとうございます。バイバイ。